久しぶりね、キアナ。姫子先生。私、急に現れすぎたかしら？それならいいけど、キアナ、結構変わったわね。姫子先生は、少しも変わってないね。そう？なら嬉しいわ。これは意識の残影だよね。そうね。少なくともここの時間は流れることがないわ。でもこうして会話することはできる。ごめんね、そばにいてあげられなくて。姫子先生に会えてすごく嬉しい。こういう形でちゃんとお別れを告げられるんだから。あんたが変わったと思う人はきっと私だけじゃないでしょうね。うん、みんなにも言われた。それで、あんたはちゃんと空の律者に勝った。そうでしょ？うん。みんなのおかげ。キアナなら、勝てると信じてたわ。それより、キアナ、セーフレイヤーに戻ってみたいと思わない？
思うよ。天命との戦いの後、みんな学園を出たの。機会があったら戻ってみたいと思ってた。それなら今行ってみるのはどう？キアナ、少しの間この流れない時間を楽しみましょう。景色が変わった。これは私の記憶よ。何年も教師をやってたからセーフレイヤーの隅々までちゃんと覚えてるわ。懐かしいわね、この青春に満ちた学園の雰囲気。うん、そうだね。あの頃の私は早く大人になりたいと思ってたけど、まさか大人になるのがこれほど辛いものだって知らなかった。じゃあもしやり直す機会があったら、あんたの選択は変わる？変わらないと思う。だって変わったら私らしくないでしょ。キアナ、ごらん、学寮よ。あの窓のところは私の部屋ね。あ、知ってる。夜になっても姫子先生の部屋はいつも明かりがついてた。今考えるとあの頃って結構大変だったんじゃない？それほどでもなかったわ。ただ酔っ払って明かりを消し忘れてた時もあったからね。ほら見て、あの木の茂み。あんたが授業をサボった時いつもあそこに隠れてたわよね。ずっと気になってたんだけど、どうしていつもあそこに隠れてたわけ？すぐに見つかるのに。だってあそこポッカポカで最高なんだもん。あの塀のことまだ覚えてる？キアナ。うん、よく塀を乗り越えて外に行ってたな。学園長が頭を痛めてたわよ。塀の高さを3回も上げたのに、それでもあんたを止められないってね。道理でどんどん飛び越えるのが難しくなってる気がしたよ。でもそれ以上もう高くすることはなかったわ。どうして？あんたが怪我するのを心配したからよ。私の訓練場だ。キアナが居眠りしない数少ない授業よね。あの頃の私はこういった戦闘訓練だけが好きだったからね。手合わせで委員長たちに勝ったことは一度もなかったけど。今はどうなの？今はわからないよ。あんたたちがここで授業を受けてたのが昨日のことのように感じるわ。教えてくれる？今みんなはどうなってるの？そう、そんなことがあったのね。
ブローニャが断りの律者になってるとは。確かにあの子にはネゲントロピー名手になる素質があるわ。普段は無口だけど、観察力も学習能力もあの子の横に並ぶ者はいないもの。それと不可の正体がそんな大物だったなんて。さすがに驚いたわ。でも今になって考えると、だからこそ彼女の眼差しは同世代の子と違っていたのね。委員長にもいろいろあったけど、今は心の霧が晴れてると思うよ。彼女のことは心配だったの。いつも難しいことを心に秘めて一人で背負おうとしていたから。あの時彼女は私を助けるために崩壊エネルギーを中和する血清をくれた。結局その行為を裏切ることになるから、彼女に謝らないとね。伝えておくよ。メイに関してはあまり心配はいらないと思うわ。あの子は優しい子、その点に関しては変わらない。うん、分かってる。メイ先輩のことを信じてるし、彼女の気持ちも分かってるから。ただつい思い出しちゃうの。ここに戻ってくるといろんなことが蘇ってきちゃうね。本当はずっと分かってた。一番みんなに助けられてるのは私の方だって。メイ先輩、ブローニャ、委員長、テレサ、それに姫子先生。知ってるの？みんなのおかげで私はここまでやってこれたし、これからも迷わず進み続けられるって。でも、やっぱり心配しちゃうんだ。心配？自分がちゃんとできてるかなって。もっと早くにいろんなことが分かってたら、みんなに心配をかけることはなかったし、メイ先輩だってヨルムンガンドに行くことはなかった。みんなを裏切ったんじゃないかなってたまに思うんだ。キアナ、一つ物語を教えてあげる。授業が始まるの？何？聞きたくないの？ううん、聞きたいよ。これは十数年前、私が大学に入ったばかりの頃、あんたたちと同じ年頃の話ね。あの頃父は天命の研究所で仕事をしてた。何を研究してたかについては私もよく知らない。
仕事は忙しかったみたいだけど、いい父親だったわ。いい成績を取った私を褒めてくれたり、時間を作って一緒に食事したり、誕生日ケーキを買ってくれたり。けどある日、父は私の目の前から、この世界からいなくなった。私は父の死を受け入れられずにいた。よく知ってるあの顔が、こうも簡単に私の人生から消えるだなんて、信じられなかった。結末を言うと、私は天命に入って、人工精魂を移植することで、ヴァルキリーになった。当時の私がしたすべては、意図的に隠された父の死の真相を調べるためだった。娘としての執念が、ヴァルキリーとしての私を動かしてたわ。でも、ヴァルキリー部隊で、私はラグナ隊長に出会った。ヴァルキリーは世界に光をもたらすもの。執念や憎しみばかり考えていてはならないって、私に言ってくれたわ。彼女のおかげで、私は心に封じた苦しみを解き放ち、ヴァルキリーとして明日への目標を見つけることができた。美しくない世界を、あなたの望むように変えなさいって言葉も、彼女が教えてくれたの。でも、あんたたちと比べて、ラグナ隊長と一緒に戦えた時間は、そう長くなかったわ。2010年の災害。キアナ、空の律者はいつも災いの結果をあんたのせいにするけど、それは違う。彼女には人々の選択が見えていないし、美しい光を受け入れようともしていない。今から言うことが、本当に私があんたに伝えたいことよ。ラグナ隊長が犠牲になった後、私は彼女の遺品を整理したわ。彼女の生活を物語る服、本、お菓子の他に、引き出しの奥にしまわれた手紙があったの。親愛なる戦友たちへ。この手紙を読んでいるということは、おそらく私は、もう死んだんでしょうね。私個人の財産は組織のルールに従って処理すればいい。注意金に関しては心配することはないはず。それからこの手紙を読んでいるあなたにある物語を教えましょう。数年前、永久ヴァルキリーになったばかりの頃、私はよく被災地の事後処理に派遣されていた。でも正直に言うと、そういう仕事は、自分の才能を無駄にしているだけだと
あの頃の私は思っていたわ。弱くて何も知らない一般人を助けるより、敵を倒すことこそが、ヴァルキリーの本当の責務だと、かつての私はそう考えていた。ある日、私は勇気を出して、視察に来た主教様に質問したの。ヴァルキリーを派遣して、被災者たちの手助けをすることは、崩壊を倒すことにつながるのかと。主教様は私を一目見て、何の躊躇なくこう答えた。つながらないと。当時の私もあけに取られたわ。そんな質問した私はお叱りを受けるか、処罰されると思ってたから。でも、あの方の言った言葉がきっかけで、私は自分の職業に対する考えを根本から変えることになった。あの方はこう言ったの。天命はいつもこのように、自分たちの信念を伝えてきたと。戦友たち、これは私があなたたちに伝えたい言葉でもあるわ。私たちが信念を持ってしてきた仕事で、その結果が私たちの望んだ通りにならなくても、無意味なことなんかではないの。私たちが守ってきた美しいもの、美しいものになろうとするもの、そして私たちが大事に思っていたもの、それらはまだちっぽけで弱い。無駄に思うかもしれないけど、それはまだ種のままだからよ。その種はいつか美しい花を咲かせる。だから、戦友たち、私のために悲しむ必要はない。私は枯れてしまうけど、希望を育む土と肥料になるわ。そして、未来に咲く希望の花は、いつか自分の守りたいものを見つけるはずよ。それが、ラグナ隊長が最後に教えてくれたこと。正直に言うと、あの時の私には全部理解できなかった。ただ、ある声が聞こえたわ。聖フレイヤに行けと。そしてあの日、私が深紅の装甲を身につけた日、私は彼女の言葉を思い出したわ。運命の歯車が噛み合ったかのように、私はその手紙に書かれてたことを理解したの。キアナ、あの任務の報告書は読んだわ。
誰もあの災害で何があったか知らない。でも、暴走した律者は制圧され、天下制裁を解放したジークフリートも生き残った。それはそこにいる誰かが正しいと思った選択をしたからだと思う。きっと隊長はあんたの中に守りたい何かを、私も見たことのある何かを見つけたのよ。隊長も私もみんなそうだわ。あんたならできる。より多くの人たちを助けられる。世界をより美しくすることができるって信じてるから。そして現にあんたはちゃんとできてるわ、キアナ。あんたが天球史でしたこと、大巨山でしたこと、そして支配の律者を倒すためにしたこと、あんたは多くの人たちを救った。その人たちもより多くの人たちを助けていく。それは人類に受け継がれる、消えることのない灯火よ。ありがとう、姫子先生。本当は分かってるの。ただたまに困惑するのも理解できるわ、キアナ。みんなに助けられた分、責任を感じるでしょう。だから覚えておかないといけない。あんたは一人じゃないってこと。仲間になってくれたネゲントロピーのこと、いつもあんたたちのことを考えてる学園長のこと、頼もしい委員長の負荷のこと、ブローニャのこともね。口に出すのは得意じゃないけど、あの子はいつだって仲間を思ってる。彼女の行動も成長もあんたは分かってるでしょ。それにメイ、彼女はあんたたちの中で一番優しい子だから心配いらないわ、キアナ。彼女を信じましょう。きっと正しい選択をしてくれるはずだから。そしてキアナ、あんたは私の生徒の中で一番やんちゃで、それでいて一番諦めが悪い人よ。あんたにはみんなを変える力がある。周りの人たちを前に進ませる力があるわ。だから仲間を信じて頼ってみなさい、キアラ。彼女たちもあんたのことを信じて頼りにしてるんだから。
来ましたよ。大丈夫ですか、ブローニャさん。平気です。ただ、もどかしいですね。ええ、キアナのいる方向は分かっているのに、この閉鎖空間に閉じ込められると。しかも、宿主の命を人質に取るなんて。諦めろ。選択することから逃げる子供たちよ。宿主の命とキアナの命、どちらが大事か、そんなに難しい問題なの？あなたには理解できませんよ、リツシャ。はいはい、理解できないとも。ただあなたたちのキアナが二度とこの劇場から出られないことは知ってる。そしてあなたたちはこの閉じられた空間でジダンダを踏むことしかできないんだ。そうだ、あなたたちをここから出してその瞬間を見せた方がドラマチックかな。支配の律者。どうしました、委員長。ブローニャさん、アインシュタイン博士が言った2つの仮説のことを覚えていますか？支配の律者は外見上は何の個性もない同じ個体です。でも、リツシャの性格は全部違っています。まるで宿主と同じ失敗を経験し、そして現実に押しつぶされてしまったかのよう。ここから2つの可能性が考えられます。1つ目、人形たちは独立した個体で、独立した律者。その律者たちは共同でこの支配劇場という空間を作った。その場合、全ての個体を倒せば劇場は消え、事件も解決できるはずです。それはブローニャたちが最初に考えた仮説でしたが、人形たちは一夜にして復活しました。では、二つ目の可能性について。人形たちは律者ではなく、本物の支配の律者はどこかに隠れて人形たちを操っているのではないでしょうか。その存在はまるでアリの群れを統率する女王アリのようで、人の心から共通する弱点を見つけ、それを増幅させ操って、最終的に支配するんです。もしそうだとしたら、ここで人形たちの相手をしても意味はありません。ブローニャたちが倒さないといけないのは裏に隠れた黒幕です。何か策はありますか？
さっきから気になってたんですが、この場所が本当に閉鎖空間にあるならギアナのリストバンドの信号がここに届くはずないんです。もしかしたら閉鎖されているように見えて実は視覚や空間の錯覚を利用しているだけなのかもしれません。人形たちでは無限に広がる空間を作れず階段を動かしているだけの可能性があります。奴らが重点的に守っている場所に劇場の出入り口が隠されているかもしれません。なるほど、それなら邪魔してくる人形は気にせず脆い場所を見つけてここを突破しましょう。はい、ただし少し時間が必要かもしれません。わかりました、戦闘は私に任せてください。ちょっとさっきから何をブツブツ言ってる。気に食わないな。どこまで持つか見てみようじゃないか。ん？どうして戦ってるのはあなただけなのかな。もう一人はリタイア？おーい！いいだろう。さすが断りの律者だね。はい、もうすぐです。委員長、あと少し頑張ってください。は？何がもうすぐだ。プログラマーってのは一番嫌いだ。わからない文字を打って頭の中には高価な手段ばかりが並んでる。ここです。出られました。あれはキアナ。人形たちに追いつかれる前に急ぎましょう。ちょっと挨拶もせずに行っちゃうなんて白状だね。人形が、やはり劇場の中にいるからか、あっという間に追いつかれてしまいましたね。さすがだよグローニャ、いつもあなたに水を差される。私たちは植物じゃないんだよ。何度水を差せば気が済むんだ。やはり
あなたを警戒しなければならないようだ。キアナに何をしたんですか？何も。天命の主教がしたことを再現したまでだ。見たければ自分の目で見てくればいい。あなたたちがここを通れるのならね。今回は前とは違う。あなたたちに残された道はこの一本だけだ。さあ選んで。どうせ逃げられないんだ。本気で救いたいのなら私たちを殺せ。どうしますか、委員長。すぐに他の道を見つけられそうにありません。それに宿主と直接つながりのある今の状態はこのまま続けさせるのも得策ではない気がします。どうやら他に方法はないみたいですね。ブローニャさん、私が人形と宿主のつながりを切断します。つながりを切断？どうやって？私は第二次崩壊の時にシーリンと崩壊の意志のつながりを中断させたことがあります。その原理は大体同じです。でも委員長はもう都政の羽を持っていません。ええ、私の力だけでは到底無理でしょう。だから四季の律者の力を借りることにします。四季の律者？でもそれは危険なんじゃ。ています。でもやってみないと。聞いてください。もしあなたに聞こえているのなら。キアナが今危ないんです。あなたの力が必要なんです。あなたの助けが必要なんです。
僕年人、あなたたちいちいちうるさいししつこいんですよ。まずはケビンの手下、その次は訳のわからないデクノボ、今はあなたまで私に嫌がらせするんですか。お願いします、本当にあなたの力が必要なんです。奴らに律者の力を使うと力が奪われること、私が知らないとでも思ってるんですか。つまり釈刀殺人が望み、それとも一石二鳥を希望。わかりました、あなたもデクノボーの一員になったんですね。ふん、そうだろうと思いました。あなたの失敗だらけの人生ではあっさりと奴らに潰されてしまいますもんね。人形の一員にはなっていません。今奴らは無実の人たちの命を人質にしているんです。その意識のつながりを切断するため、あなたの力を貸してください。なってないと言われておいそれとそれを信じると思います。なってないなら力をよこせなんて言わないでしょ。借りるだけです。人形たちに勝てれば奪われません。私たちなら勝てます。うんうん、いいね、未来の勝利に拍手を。なんて言うと思った。私には何の関係もないでしょ。キアナはあなたを必要としています。彼女が必要としてるのは委員長なんでしょ。私もあなたが必要なんです。彼女があなたのことを不可じゃないと言ったのは、あなたが嫌いだからじゃない。むしろあなたが唯一無二の魂だからこそそう言ったのです。あなたにはあなたの思考やこだわりがあって、そのこだわりを貫く執着もあります。自分が誰だか気にする必要はない。あなたはあなたのなりたい姿になれますから。
ずっとそれを伝えたかったんです。キアナも私もあなたが戻ってくることを望んでいます。確かにあなたの話はあのデクノボーたちよりかは面白いです。でも結局のところあなたたちがやらかした問題じゃないですか。あなたたちが解決すべきです。そう、やるなら自分で。ごめんなさい。僕電磁、あなた！力が戻りました。今です。あなた、その力は使えないはずじゃ。なるほど、これが力を奪われる感覚ですか。式の律者の方はどうなっていますか。彼女は大丈夫です。ただ私たちの間の会話は途切れましたが。でもまさか彼女が委員長に手を貸すとは思いませんでした。いいえ、正確に言うと彼女はこのことに同意していません。彼女の心の迷いをつかせてもらいました。ただこちらも時間がありませんでしたので。じゃあきっと今頃は怒り心頭ですね。
ちゃんと彼女を見つけ出し謝ります。これは私が解決しなければならない問題です。でも今はキアナを助けに行きましょう。通さないよ。人質が少なくなったけど、代わりに四季の律者の力を手に入れた。物々交換と考えれば損はしてないよ。視野が干渉を受けてます。おお、なるほど、これが意識の力。落ち着いてください、ブローニャさん。まだ奴らは力を自在に扱えないはずです。これは目くらましに過ぎません。もし四季の律者の力に断りの律者の力を加えたらどうなるのかな。そんなにここを通りたいなら目を閉じたまま戦ってみたら。少し厄介ですね。ブローニャさん、意識の中で方向を定めた後、それを知るべにキアナを目指して動けば大丈夫です。大丈夫？簡単に言うけど、二つの律者の力を持つ私たちを前に、あなたたちは。一体何が？人形がゆっくりと倒れていく。赤い雷光、メイ姉様。メイさんが？聞いたようね。あなた、何をしたの？別に、力勝負であなたたちに勝っただけよ。なんだって？あら、私から逃げなければならないことを理解していたのに、
その理由が分かっていなかったの？トカゲの尻尾切り。どうやら自分たちの弱点を全く理解していないようね。雷の律者の力。どうして、どうして、どうして奪えない？どうしてか知りたい？簡単よ。あなたたちが弱すぎるから。くそ、くそ、くそ！あなたたちの支配は所詮強引に奪っているだけに過ぎない。でもあなたたちより強い力の持ち主が相手だと、ダメージを負うだけでなく支配の力自体も乱れてしまうよね。覚悟はいい？今のはただのお試し。あなたたちの支配と私の征服、どちらがより強いか。ここからが本番よ。メイ先輩。メイ先輩、もう戦わなくていいよ。連れてってあげる。聖フレイヤに戻ろう。みんな待ってるよ。一緒に過去に戻ろう。今度はもう二度と離れ離れにならないから。過去に戻る必要はない。そして彼女にもそんな必要はないわ。私たちのおもちゃが。所詮は盗んだ力、その程度ってわけね。なんだよ、力を使い切って。そっちだって弱ってるじゃないか。そんな姿でどうやって戦うんだ。今のあなたならすぐに劇場から追い出せるよ。そしたらもう二度と入ってこれない。楽しみにしてて。あなたたちの仲間を皆殺しにしてあげるから。何よ、笑って。あなたにはわからないだろうけど、私にはわかる。キアナちゃんたちは何があってもあなたには負けないわ。外で何かあったみたいね。
とってみんなに何か？彼女たち、律者と戦ってるみたい。止まった時間もそろそろ動き始めるわ。言ったでしょ、キアナ。あんたは一人じゃないって。支配の律者の力が弱まったわ。準備はいい？キアナ。わかってるよ、姫子先生。さて、最後にあと少しだけ付き合ってもらうわよ。セーフレイヤでのこと、まだはっきりと覚えてるわ。あんたが入学したての頃、最強のバルキリーになるって騒いでたわよね。ちょっと目を離しただけなのに、もうこんなに成長しちゃって。本当のことを言うと、あんたたちの成長を見守りたかったわ。セーフレイヤーに戻って授業をして、一緒に訓練したかった。黒板に字を書いて部屋に戻って一杯いただきたかった。セーフレイヤーでのあの時間は、私にとってかけがえのない思い出よ。もうそれができないと思うと悔しいわね。この先道はまだまだ長いけど、私はもうそばにいてあげられない。でも大丈夫よ、キアナ。あんたが私を失望させることはないわ。覚えておきなさい。あんたの周りにはたくさんの人がいて、あんたを支え守ってくれている。その中には私もいるの。私の旅はここまでよ。ここからはキアナ、あんたの道。あの扉をくぐったら、ここのすべてが消える。そうだよね。わからない。でも、そうだと思うわ。セーフレイヤーのみんなによろしく言っておいて。うん。メイにはその選択を応援するけど、次は友達にあんなひどいことしちゃダメよって伝えておいて。伝えておくよ。それとブローニャの成長を喜んでることも、きっと優秀なリーダーになれるとあの子に伝えておいて。うん、私もそう思う。フカにはこれから先もう会うことはできないけど、セーフレイヤーがあろうとなかろうと、あんたはみんなの委員長だって伝えておいて。
これからは学園長だけがあんたたちの面倒を見るんだから、ちゃんと言うことを聞いて怒らせちゃダメよ。学園長を手伝ってあげて。いつも強がってるけど、本当は私たちよりもずっと大変なのよ。わかってるよ。あ、そうだ。ラグナ隊長はリタとデュランダルの先生でもあったわ。機会があったら隊長の意思を彼女たちにも教えてあげて。任せて。最後にキアナ、あんたのことだけど、私はずっとあんたのそばにいるわ。キアナ、あまり気負いすぎないで。今は夢の中。夢から覚めたら、みんな前に向かって進まないといけない。別れを恐れないで。過去に別れを告げるのは、未来に向かうためだから。わかってる、姫子先生。わかってるよ。ごめん。ごめん、姫子先生。わかってるの。こういう時は笑って別れを告げて、あの扉をくぐるべきだって。ここが記憶の残影で、現実の方が戻るべき場所だってわかってるのに。でも思っちゃうの。あの扉をくぐらなければ、時間は永遠に止まったままで、この瞬間がずっと続くんじゃないかって。11律者も
第十二律者も終焉の律者にだって勝ってみせる。この完璧じゃない物語を私たちの望んだように変えるから。ただそれを姫子先生にも見せたかった。見れるに決まってるわ。キアナ、あんたが望めば私もちゃんとそれを見届けることができる。私はあんたの心の中にいるんだから。あんたを見てると自分の子供の頃を思い出すわ。母の葬式で私はどうしようもないくらい泣きじゃくって、父の腕を掴んで離れようとしなかった。しばらくしてその場に残っているのは私と父の二人だけになってたわ。長いこと父は私の頭を撫でてくれてた。顔を上げて父を見てみると、その目は赤くなっててね、私と違って静かに涙を流してたの。でも父はこう言った。大丈夫だ姫子、母さんは星になって空の上から見守ってくれていると。今まで父はそういった表現をしたことがなかったし、慰めの言葉も不器用だったわ。けど今でも私はその言葉を信じてる。キアナ、あんたが信じてくれるなら私は星になって空の上からあんたを見守ってるわ。たとえ明かりが消え月が輝きを失っても、ずっと変わらないかすかな光があんたの進む方向を照らしてる。だから恐れないで。私はいなくなってなんかない。生徒のため前に進む力になってやることが教師にとって最も望む結末よ。分かってる。全ては終わり、変わっていく。その変化はあんたの世界を丸ごと変えることがあるかもしれないけど、でも大丈夫。それがこの世界で最も強い力、人々に希望や道を切り開く力を与えてくれる。迷った時は星空を見上げなさい。私はそこであんたのために夜を照らすから。ありがとう姫子先生。私そろそろ行くね。ええ、行ってらっしゃい。前に進みなさいキアナ、恐れず大胆に。私はこれからもずっとあんたを見守ってるわ。だって
あんたはこの村田姫子の生徒だもの。姫子先生。ん？先生の生徒になれて嬉しかった。先生に出会えて私幸せだよ。私も同じよ。行きなさい、キアナ。じゃあね、姫子先生。行きなさい、キアナ。みんながあんたを待ってるわ。私はあんたを見守り続けるから。これで会うのは最後だけど、さよならなんかじゃないわ。人生から太陽が消えたからといって泣いてしまえば、その涙で星が見えなくなってしまう。どう？いい言葉でしょ？タゴールの詩よ。ある夜に私は記憶をすべて燃やし、それから私の夢はきれいに見えるようになった。ある朝に私は過去をすべて捨て、それから私の足取りは軽くなった。これもタゴールの言葉よ。気に入ったのなら今度読んでみて。どうしたの、キアナ？まだ私の話が聞きたいの？立ち止まるのは良くないわ。キアラ、あんたは私の誇りよ。あ、院長、キアナが目覚めました。キアナ、大丈夫？ブローニャ、どうしてここに？バカ、キアナを助けに来たに決まってるじゃないですか。何があったの？あ、いろいろあったの。助けに来てくれてありがとう。ここを出たら全部話すから。今はまず奴らと決着をつけよう。あいつら、どうしちゃったの？先ほど、人形たちが急に体を震わせたかと思うと、その場で倒れてね。状況から考えて、おそらく、雷の律者による攻撃だと思う。メイ先輩。メイ姉様も、きっとどこかで一緒に戦っているんだと思います。その後、
奴らが断りの律者の力を使って構築したものが全て消えた。ブローニャもそれを感じました。かすかにですが、断りの律者の力がコアに戻りつつあるみたいです。メイさんの攻撃は人形の力を大幅に削った。おそらく今の奴らに律者の力を支配する余裕はない。つまり奴らの力を削り続ければ奪われた力を取り戻せるってことだよね。ブローニャもそう思います。じゃあやることは簡単だね。削り切るまで頑張れば私たちの勝ちってわけだ。キアナ、あなた、本当にあの空の律者に勝ったの？がっかりさせちゃうだろうけど、その通りだよ。すごい、強いね、さすがだ。先生を失った絶望に押しつぶされない、空の律者にも負けない。あの子はもうあなたをどうにかできない。いいよキアナ、認めるよ。あなたは本当にヒーローなのかもしれない。私はヒーローなんかじゃない。私を率いて導いてくれた人たち、彼女たちこそが本物のヒーローだ。私はただ彼女たちが残した道をたどって歩んできただけ。彼女たちがちゃんと存在したことを忘れないように。そう、そうかもしれないね。だが、私たちは違う。気をつけて。あの異様な気配がますます強くなってる。私たちはヒーローじゃない。あなたが助けようとする人たちも違う。彼らは私たちと同じ人形。抗うことを諦め、何のために生きてるかわからない敗者だ。自分の無力さと弱さを憎み、それを世界に対する怨念へと変えた。あんたたちは人間の本質を全て代弁してるわけじゃない。しかし私たちは人類の心に存在する影、言葉にできない執悪。この千人を操ってるのはこの千人の意志が統合された存在だ。千の悲しみ、絶望、狂気、呪い、壊されたい、囚われたい、支配されたい気持ち。無数の悪意にねじ曲げられて一つになった。それがこの支配劇場を構築して
支配の律者を作ったんだ。あんたたちは人の心の闇しか見ようとせず、美しいものを見ようとしない。あんたたちは人類を支配して諦めさせようとそそのかしたくせに、彼らの心にあるもう一つの声を聞こうとしなかった。だからあんたたちは崩壊の傀儡に過ぎないんだ。私たちはこの劇場を破壊し、支配された人たちの心を取り戻してみせる。いいだろう、キアナ。最後の舞台はもう整ってる。来い。ここからはヒーローと悪の最終決戦だ。ここが最後の舞台。来たよ、支配の律者。傲慢、嫉妬、無関心、憎悪、貪欲、絶望、諦め。キアナ、遠距離からの攻撃に気をつけて。こんな無意味なことをして何の意味がある？審判の時は来た。ここに閉じ込められるべきだ。永遠にね、死ぬまでずっと。慌てない。すぐにあなたたちの番だから。
違う。人形の糸が全てを操ってる。この場所は最初から奴らのテリトリー。支配の律者はこんなこともできるの？ネチネチしてうっとうしい。無駄な抗いをする。どうして無意味な犯行を続ける？私はここに閉じ込めるつもり。委員長とブローニャを助けないと。私はここで止まったりしない。仲間の顔が見れて嬉しい、キアナ。これで戦えなくなる。そうでしょ？ほら、ほら、また一人ぼっちだ。あなたのせいでみんな死んでしまった。あなたの存在は不幸をもたらすだけ。けど、それは彼女たちが自ら求めたもの。なぜならみんなあなたと同じ愚かで無能で存在する価値もないから。
支配の劇場、千人の舞台。私たちは千人の意志、千人の絶望。絶望は消えない。私たちは消えない。私たちを救ったのは、全てを壊したのは、人類自身の悪意だ。この醜い世界を変えられない。